クロード・デ・トロフが撮影した、待ってよ、パパ、ウェイト・フォーメ、ダディは、1940年10月1日に、クロード・ピー・デ・トロフが撮影した親子の写真である。カナダのニューウエスト・ミンスター市内を更新する、ブリティッシュ・コロンビア連隊が、8番通りを降り、コロンビア通りとの交差点に差し掛かる場面で、ウォーレン・ホワイティ・バーナードが、母の手を離れ、父であるジャック・バーナードに当兵の元へ駆け寄っている。 この写真は大変な注目を集めただけでなく、戦時交際の発行に大いに貢献したと言われている。ヒトラーの軍隊がポーランドに迫る直前の1939年8月26日、この日の朝4時15分にカナダのブリティシュ・コロンビア連隊の副官は首都から連隊の出動を指示する電話を受け取った。指令を受けた兵士たちは市内に参加して、 守りの薄い場所を固めた。1939年9月10日、カナダ議会はポーランドに侵攻した、ナチスドイツに対する宣戦線布告を決議した。他の部隊はイギリスに送られたが、ブリティッシュコロンビア連隊は西海岸に留め置かれたままだった。演習と警戒勤務が何ヶ月も続いたが、1940年10月1日に連隊はニューマンチェスター市内を更新し、 そこで待つ、秘密の目的地に向かう列車に乗った。カナダ人の写真家クロード・ピーデトロフは、ニューウエストミンスターの8番通りで、勾配を下る隊列全体がカメラに収まる位置に陣取った。写真を撮る準備ができた時、彼の目に入ってきたのは道に飛び出してくる幼い少年の姿だった。この、当時5歳のウォーレン・ホワイティ・バーナードが母の手を振り切り、 父のもとに近づいた瞬間を捉えた写真こそが、ウェイトフォーム、ダディである。デトロフがものにした、この写真は、ライフ氏に掲載され、世界中の人々を和ませたのだった。そして戦争中は、ブリティッシュコロンビアのあらゆる学校でこの写真が展示されていた。伏せられていた、目的地が、同じカナダのナナイモであるということが判明するのは、そのわずか3時間後である。 そこで数年にわたる訓練を終えた連隊はフランスとオランダに送られた。彼らが本国へ帰還したのは戦争が終結してからだった。デトルフは帰国したジャック・バーナードと家族の再会にも立ち会い、記念写真を撮影している。その後、ジャックとその妻バーニスは離婚した。ありがとうございます。